こんにちは、銀座有楽町内科の山村壮です。今回はこちらペヤング、この焼きそばを食べてみて血糖値がどのように変動するのか検証してみたいと思います。お湯が沸きました。開けます。ふりかけは入れない、火薬は入れる。正直カップ焼きそば食べるの久しぶりなので作り方忘れてました。ではお湯を入れます。では3分待ちます。ここでお話ししておくと、血糖値の測定にはいつも通りフリースタイルリブでセンサーが二度についておりますので、これをフリースタイルリブでリンクというスマホアプリで測定して実験していきます。ちなみになんですが、フリースタイルリブレで測定した値は血糖値そのものではなく皮下の間質液のグルコース値を測定しています。血糖値とは違うんですが、この値は血糖値と非常によく相関するため、私の実験では血糖値と呼んで検証することにしています。その点ご了承ください。フリースタイルリブレの装着方法、フリースタイルリブレの使い方については別の動画で解説しておりますので、概要欄よりご覧ください。3分経ちましたのでお湯を捨ててきます。湯切りしてきました。このキャベツは取るの これにまずソース、サラサラのソースに、これ混ぜてふりかけ、混ぜてふりかけ。なるほど。カップ焼きそば久しぶりなので相方に聞きながら作っております。いい香り、美味しそう。このペヤングスパイスもかけるの、かけた方が良い。じゃあかけます。うわ、すごいいい香り、胡椒ので、混ぜる。もうこれはこのまま食べる。軽く混ぜて、できました。それでは食べる前の血糖値が102からスタートです。それではペヤングソース焼きそば食べます。ひょっとするとペヤング食べるの私初めてかもしれないです。私自身九州の出身なので、カップ焼きそばといえばどちらかというと UFO、 あるいは一平ちゃんが多かったです。それではひょっとすると初のペヤングですね。いただきます。美味しい。やっぱ一平ちゃんの UFO とはまた違いますね。これはこれでソースも少し感じが違って、麺も感じが違って美味しいです。喉に詰まりますよね、とソース焼きそば。水はいつもの裁縫温泉水です。ここから特に協賛はいただいてないのですが、気に入って愛飲しております。このキャベツが甘いですね。美味しいです。ペヤング食べ終わりました。
10分経ちました。血糖値は106です。20分経ちました。血糖値は125です。30分経ちました。血糖値は156です。上がってきました。40分経ちました。血糖値は183です。50分経ちました。血糖値は209です。1時間経ちました。血糖値は194です。70分経ちました。血糖値は168です。80分経ちました。血糖値は149です。90分経ちました。血糖値は126です。下がってきました。100分経ちました。血糖値は118です。110分経ちました。血糖値は118です。2時間経ちました。血糖値は132です。130分経ちました。血糖値は124です。140分経ちました。血糖値は125です。150分経ちました。血糖値は118です。160分経ちました。血糖値は113です。170分経ちました。血糖値は117です。3時間経ちました。血糖値は99です。今回はペヤングソース焼きそば一杯食べてみて、血糖値がどのように変動するのか検証してみました。ペヤングソース焼きそばでスタートの血糖値102から最高血糖値は50分後209、その上昇幅は107、結構上昇させる結果となりました。これは私が以前コンビニのおにぎり2個食べた上昇幅に相当するかなと思います。このようにカップ焼きそばもしっかり麺類炭水化物ですので、血糖値を急上昇させる食品の一つです。食べ過ぎにはご注意ください。以前は健康な人、血糖値が正常な人は血糖値の最高値は140超えないと言われていましたが、私のように静脈の血液で測った血糖値の検査で正常値、正常型の人でも食品や食べる量によってはこのように血糖値を急上昇させ180、200を超えるようなケースもあります。特に日本人の場合はそもそものインスリンの分泌能力が欧米人に比べると若干弱めなため、このようなスパイクを起こしやすい人が多いと言われています。そのため今回のようにカップ焼きそばやパン、ご飯など炭水化物を摂ると中には急上昇してしまう方もいらっしゃいます。普段リブレなどをつけていないとなかなかわからないものですが、実はあなたも隠れ血糖値スパイクお持ちかもしれません。もし心配な方は当院銀座有楽町内科でもリブレの装着をお手伝いしておりますので、ご自身の血糖値チェックご検討ください。今回はペヤングを1杯食べて血糖値上昇を見ましたが、焼きそばもやはり
血糖値を急上昇させやすい食品の一つですので、くれぐれも食べ過ぎにはご注意ください。食べる時には他の動画で紹介しておりますが、15分前のベジファースト、15分前のナッツファースト、あるいは食後の運動、こうした工夫をすることで血糖値の急上昇を抑え、ピークも低くし、その後血糖値が正常値に戻る時間を短くしてくれます。ぜひご活用ください。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もこうした検証をしていきますので、ぜひチャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。また本日の動画が役に立ったな、面白かったなという方はグッドボタン、コメントよろしくお願いします。